本当にこの人だったら完璧と思って、だから生きていけると思う、生きていきたいなと思って。決めてる顔とか、だって結構なんかご飯食べてる姿。超好きから始まったわけではないから。その時彼女が24、自分が19、高校生っていうのを聞いたワードで、なんか出会った人の中で一番素敵な人だと思うので。結婚しなくてもいいし、何度結婚したっていい。四六時中一緒にいてもいいし、心地よい距離で過ごしたっていい。家族が増えるのもいいし、ずっと二人でいるのもいい。誰が何と言おうといいのです。幸せの決定権はいつだって自分にあるのだから、どうか選べますように。他でもない、あなたが幸せになる選択肢を。あなたが幸せならそれでいい。二人の話を聞かせてください。ゼクシィラジオラバーズ分の1始めます。